質屋行ってみる？どこの？あっちの。あっち？うん、こっちこっち。あそこ。やってんの？あ、やってたよ。比べたかったんだけどな。いやでも質の方が高いかもね。デコしようか。はい。ほわ。いや変なところに匂い嗅がしちゃった。ただあの子も大丈夫かな。ん？なんか変な毒薬舐めたんじゃないかってちょっと心配になってきたし。最近あちこち除草剤かかってきた。だからポコが舐めたとこっちでさって自分の匂い嗅げば。ところでどんぐらい行ったら行く？そんなことやる？どう行ったらいい方なんかな、やっぱ。うん、比べたかったんだよな。ただ明日塩素越しなんだよね。まあ、足りないかもしれない。まあ、1日ぐらい大丈夫だけど。じゃあね、お母さん。いや、8時じゃないよ、6時で。あ、6時ね。うん、間に合わない。無理無理無理。今日はもうカオスだとか無理だし、もう無理だし。あの、駅前のところ。そう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 。ない。それか。何が？ここの裏に人がある。あれ、そこかか。わかんないけど、じゃあ一応聞くだけ聞いてみるか。明日それがなんか万個したらやだもん。え？万個したらやだもんね。そんな大した場所にならないけど、私の方が高いけど。俺行く？ケイちゃん行く？どっち？いや、自分で行くよ。分かった。もうそのままで行っちゃう？うん。どのぐらい行ったら？お？じゃあ5行ったら売っちゃうか。10行ったら嬉しい。いかねえと思うな、さすがに。あの子頃はお飲みにする15個いるんだ。じゃあ5以下だったら、あ、じゃあちょっとまた考えますって言って。安い気がするんだよな、そこ。なんかルイ・ヴィトンがなんか誰か上に来た人がいて、え、こんな価格とかって。あっち今から行くところ。って言って帰ったのを聞いた記憶がある。あの、ことがあるから。状態の問題じゃないの。わかんないけどね。え、行ったことない。うん、どこにもしよう。あったっけな。やっさきのおばあさん。ああ、そうだね、あったね、あそこじゃなかったね。なんだ、早く来るの。いや、なんか、途中の場所に行ってた。あ、閉まっちゃったね。どこ？ここが。あ、ここのこと言ってたの。そうそう、閉まっちゃった。見る？